運んできました。ストークでーす。対決、クリオネ忍者。サボよ、これじゃ凍えちゃうよ。お店の裏から何か聞こえる。何？あの踊ってる白い生き物。あら、いらっしゃい。私はクリカゲ、クリスティーヌよ。クリカゲのクリスティーヌね。はい。スプさん、私はオネカゲオネイルよ。よろしくね。オネカゲのオネイルらしいですね。スプさん、また変なルートやな。ずいぶん待ってたのよ。踊っていただけにね。面白い。まあ、変なルートはしんちゃんなんでね。あ、クリスティーヌのギャグ冴えてる。しんのすけ殿、今のはどこが面白いのですか？俺もよくわからないぞ。俺もよくわかんない。もう待ってると、踊るを引っ掛けたのがわかんないの。お話にならないわ。さあ、秘伝書を渡してもらうわよ。そして世界を冷たくして、私たちの理想、クリオネちゃんたちの楽園を作っちゃうのよ。おね、おね、おね人よ、おね人。右の可愛いって。おねえよ、おね人なのよ、SSB さん。もうそっち系ある？マジで？だから、その巻物を渡しなさい！ねえ、おじさんたち、僕のママを返してよ！おじさんじゃないわよ！おじさんじゃないわよ。そうですわ、マサオ殿。こんなに綺麗なおじさんに失礼ですこと。おじさんじゃないって言ってんだろ、ほら。おじさんや。なんなのこの子たち、乙女に向かって失礼ね。乙女なんですよね、乙女。乙女の心を傷つけた罪は重いわよ。あ、乙女だから可愛いっていうのね。なるほどね、 SSB さん、さすがや。覚悟しなさい。せーの、忍者ミング。相変わらず忍者ミングで対戦モードなんですね。はい、じゃあ、しんちゃん使いましょうかね。これマサオくんじゃないのか。あ、鼻水で、あ、なるほどね。止めてみよう。あ、ダメだ、鼻水気がまん。これ滑るからね、意外と操作しづらいのよ。スプさん、ダメか。オッケー。まあ、二人踏めばいいってことね、二人ね。出ていたときね。はい、はい。踏まれて。あー、ダメだった。あれ、多分、あれ、避けるだけかな。もしかして笠間くんの方がいけるんじゃない？あ、これでいけた。あ、ドトンで？ドトンやってみようかね。あ、でも同時にはできんな。いた。待ってよ。まあ、風間、じゃあ、たぶん、まさおくんステージだから、まさおくんでいこうか。あれ？あ、割れるじゃん。あ、そういうことね。またんでいいんだ。え？なるほど、わかったわかった。よし、まさおくん完全ステージやな。まさおくんステージやな。オッケーオッケー。氷で氷割るんだね。このドッスンで。あ、なるほど。あ、倒した。なんなのよ、美しいって罪なのね。そこまでですこと。なんだ、なんかよくわからんけど勝ったよ。え？なんだこれ、なんだこれ、まだ続き、え、続き、あ、操作できないの。
あ、これでスイッチ押せるようになるんだ。班長結構聞いたか？ガチ聞いたのかね、わからん。あのカタカナでお願いしますか？カタカナでまあいいけど別に。カタカナの方がなんかね優しい気がする。説明しよう。そのスイッチの前で。合体忍法おしくらまんじゅうの術を使うと、カタカナって、さまざまな仕掛けが動き出すんじゃ。スイッチを見かけたら使ってみるといい。まずはそこのスイッチで試してみるんじゃな。早くせんと、あやつらカッチンコッチンじゃ。カッチンコッチンでもいいと思うんだけどね。始めますこと。あれ、あ、おしくら、はいはい。この忍法これ誰が押すかね。え、何これ。そこまでですこと。あ、なるほど。みんなマックス、ありがとう。マックス。スプさん、おしくらまんじゅうされてなくなる。そ、まあまあ、あのね、突っ込んじゃいけんよ。そうだぞ、俺たちはとっても優しいんだぞ。しんちゃん、自分で言わないでよ。ねえ、オネイル、クリオネちゃんたちってあんな寒いところに住んでるのね。ほんと、あそこまで寒いとは思わなかったわ。あんなに寒いと人間はみんな風邪ひいちゃうわよね。だぞ。いやいや、そういう意味の方々じゃないって。風邪ひかせちゃうとこだったのね。私たちとってもわがままだったわ。おちびちゃん、その秘伝書は持って行っていいわ。それとね、そっちのおにぎり坊や。スプさん、エコレ仲間になってくパターン。僕のこと？いやいや、もう日本語でいいよ。ひらがなでいいよ。え、ひらがなって言ってひらがなでいいよね。普通にしてください。連れて行って悪かったわね。うん、ママさえ無事だったら僕いいんだ。頑張ったのね。ママも会いたかったわ。そういえばヒロシどこ行った？よかったね、マサオくん。あのコスチューム着たヒロシ。うん、ママ。あんたのパパも連れてっちゃってごめんね。返してあげるわ。ああ、どうも。おい、しんのすけ。おー、父ちゃん、忘れてたわ。父ちゃん、何その格好。やべえ、父ちゃんが覚醒しとる。スプさん、いや、この格好はあいつらに無理やり着せられたんだ。ほほー、まあそういうことにしておきますか。しんのすけ、俺の話をちゃんと聞けよ。大丈夫、みんなには内緒にしといてあげる。あげだから、うん、まあそんなこといいや。しんのすけたちのおかげで助かったんだ。ありがとうな。お礼をしなきゃな。何がいいかな。じゃあチョコビ10個ね。しておきますか。チョコビ10個ね。しんのすけ殿、そのようなものよりお助けをいただいた方が良いのでは。お助け、お助け、なんじゃそりゃ。すみませんが、この剣を持ってみていただけませんか。え、はあ、こうですか。ありがとうございますこと。これでいつでもお父上にお助けしていただくことができますこと。なんだかよくわかんねえが、そういうことならば5000兆円、あ、欲しいっすね。5000兆円もいらないっすね。とりあえず1億あったら助かりますね。でもそんな変な格好で出てこないでよね。あの格好出てきたらちょっと恥ずかしいね。ほら、息子として恥ずかしいぞ。しねえよそんなこと。こっちだって恥ずかしいわ。
ハハハハ。